江川秀武昭和8年10月2日は、幕末期の二ラ山大官、明治期の二ラ山県知事、役人、教育者である。通称は光之助、後に太郎左衛門。号は春緑。子に、法学者の江川秀文がいる。また、娘婿に、山田三郎、辰野隆がいる。江川英流の逸夫として、伊豆国田方郡ニ山に生まれる。安政2年に、 父が亡くなり、家督は兄の江川秀俊が継いだが、7年後の文久2年に兄も若くして亡くなったため、秀武がわずか10歳にして、家督を継承して、江川屋第38代当主、二山大官となり、江川太郎左衛門を名乗った。その後、鉄砲方や公部所教授法にも任命された。慶応4年に母親戦争が勃発した際には、 早々に、明治政府側に、標準のよを示したため、給料を安堵され、明治2年には、ニ山県の知事となった。明治4年、兵部省の命を受け、岩倉施設団と共に留学生として渡米する。約8年の留学の後、明治12年に帰国し、内務省、大倉省に出資した。明治19年、町村リーズイズ学校の校長に就任。学校では、 英語教育と柔道教育に力を入れたが、経営難から生徒が減少し、数年後に校長職を辞して東京に移った。また、第1回衆議院議員総選挙に、静岡県第7区から無所属で出馬し306票を獲得したが落選し、続く第2回衆議院議員総選挙にも同選挙区から立候補したが、再開得票で落選した。昭和8年、 神奈川県三浦郡葉山町において死去。去年81。江川秀武と伊豆学校。二山や高等学校同窓会メールマガジン。ありがとうございます。